ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。隊長です。隊長でございます、はい、いつも見ていただいている方ありがとうございます。何卒チャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。励みに、もういい、もういいです。今世間を賑わしている、うん、アンジャッシュの渡部さん、何タイプか、うん、渡部さんがやったことに対しては、うん、それに対してとにかく言うつもりは全くなく、うん、ただまあエニアグラムで何かに役に立てるのではと思ってます、うん、まあ役に立てる、いやこれ本当に渡部さん、うん、佐々木さんが見ていただければ、うん、何か役に立てるのではっていうのはちょっと思ってるんですね。これもそれは、まあ、見てもらえれば実際届くことがもうできるわけじゃないですか、うん、なのでそんな動画になればなってちょっと思っています。渡部さん、はい、何タイプか、何タイプかと初め、ね、あの、うん、ニュースが上がった時に思ったのは、うんうん、あの渡部さんの器用さ、うん、例えばそのコントに秀でる、うん、高校野球に詳しくなる、うん、中学野球まで見に行く、うん、料理に詳しい、うん、っていうこの万能選手ぶりから出たタイプ7と、うん、出たタイプ7っていうふうに思ったんですけど、うん、どう思います？まあ、僕がこう僕の印象的に、はい、7か3かなと思ったんです、ね、そうなんですよね、うん、私も7と思って、うん、ただその他のタイプ7と言われる、うん、例えばその木梨憲武さんとか、うんうんうん、香取慎吾さんとかが、うん、この醸し出す、うん、なんか根っから楽しいみたいな楽観ですからね根っから楽しいみたいな空気感はあまり渡部さんから伝わってこなかったんですよね、うん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 、であれ磯さん教えてと思ったら、うん、リソさんが書いてました、うん、というのはタイプ3のセクシャル、うん、性的タイプというところに結構この今回の行動に似たことが書いてあったんですね、うんうんうん、タイプ3のセクシャル、うん、まあセクシャルっていうのは人とか体験に、が大切と思っている人たち、うんうん、まあ、そちらに目が向いてる、目が向いている人たち、うん、このこれはあの本能のサブタイプというのがあって、うん、ソーシャル、うん、セクシャル、自己保存、うん、で自己保存っていうのは自分に向く、うん、ソーシャルっていうのは社会、うん、まあ、人々に向く、うん、でセクシャルというのは人、うん、物事、うん、強烈な物事に向く人たちなんですけど、うん、この人たちはそのパートナーをどう引きつけていいか知っていることが多いですが、うん、この関係をどう維持したらいいのかは分からないかもしれません、うんうんうん、この自分が打ち出しているイメージに見合うことができないのではと絶えず恐れを抱いている、うんうんうん、このフィーリングタイプっていうのはよくそのワードとして恥っていうのがあるんですけども、うんうん、その自分が作り上げたイメージと本当の自分のギャップを恥ずかしいと思っている、うんうんうん、でなのでその性的タイプとして親密さを強く望むんだけれども深い気持ちのつながりを恐れる、要は自分を本当の自分を知られてしまうのではないかということで恐れる、なのでその性的つながりを通じて気持ちを近づけようとするかもしれませんが、通常の段階より下のレベルになると自分が望まれていないのではっていう恐れによって深く思いを寄せる相手すら拒絶してしまいますと、うんうんうん、見られたくないので、うん、自分の恥の部分、恥の部分、要はこのきらびやかな部分、うん、ここしか見られたくない、見られたくない、うん、なのでその拒絶してしまうよと、うん、で場合によっては多くの性的関係を持つことによって、うん、自分が魅力的ではないかもしれないという恐れを打ち消します、うんうん、要はこんなに異性がいるんだから、うん、僕は魅力的じゃないっていう恐れを打ち消す、うん、だから魅力的だって思ってる、ね、そう簡単に言うとね、そうなんです、まあ、こんだけいるから僕は魅力的でしょ、うんうん、っていうアピールを自尊心なのか、はい、まあ、自分自身に持ってます、ね、そうですね、で自己顕示欲が強くなる傾向があって、うん、人を魅惑するか自分が魅力的で価値があることを自分自身に説得するため、うん、誇示しようとすると、うん、で不健全な段階において性的タイプ3は不特定多数との性的関係にはまり込むことがあります、
水面下では非常に傷つきやすい状態にもかかわらず、うん、何らかの形で自分の価値に疑問を投げかける、うん、相手を攻撃する傾向がありますと、うん、なんでこの自己愛を傷つけた相手に報復心や性的行為における怒り、嫉妬を抱き、実際の失望感よりもはるかに大げさになることが多くなります。なんでその私は小島さんの、代役で出て、まあ、10分間謝罪したっていうのも聞いてたんですけども、その小島さんが一度渡部さんに対して切れたことがあるらしいんですね。で、要は愛がないと。それは俺に対して全然愛がないっていう切れ方をしたときに、そのすごい理論武装されて言いまかされたと、っていうのを聞いたときに、あ、タイプなんだじゃないなと。そうですね、この合理的な詰め方で愛がない感じ、愛がない感じも合理ですからね、はい、僕の知り合いでも3の人がいるんですよ、はい、で3の人がいて、はい、別の、まあ、共通の知り合いがいて、はい、あ、ね、7の人もいて、はい、でこの共通の知り合いのこの人が会社を作るって言って、はい、創立記念パーティーみたいな、はいはい、会社を設立記念パーティーみたいなのをやるって言った時に、はい、3の人は来なかったんですよね、仕事があるから。おお、で7の人がこう怒ってた、お前には愛がないって。ああ、なるほど。多分合理的に考えてそこに行く意味がない。そうそう、意味がない、こう僕行っても行かなくても一緒でしょみたいな、っていう、お前には愛がないって。で、小島さんもおっしゃってたのが、いや、それは俺が伝えたかったのは、うん、俺だけじゃなくて、うんうん、スタッフに対してもだぞと、うんうんうん、スタッフに対してもお前は愛がないっていうことを言ってて、うん、このタイプ3の統合の方向ってタイプ6、うんうん、要は仲間を大切にする、うんうんうん、和をもって尊しをなすじゃないですけど、まあ、日本人的な、うん、日本人で一番多いと言われている、うんうんうん、ここがタイプ6じゃない、まあ、なんか人を大切にしましょうみたいなところじゃないですか。そう、うん、仲間を大切にしましょう、はい、いや、で僕それを見ながら、うん、小島さんそれを涙ながらに語るのを見て、うんうん、あ、タイプ6なのかなって、あ、そのそガーッカーッと頭が熱くなって反応して心を打つみたいなすいません。でこのタイプ、はい、渡部さんがこのタイプ3だとすると、うんうん、大半はその、うん、これさえ達成したら、うん、この資格さえ持っていたら、うん、この人と結婚できれば、うん、そうしたら自分のことは大丈夫と思えるだろう、うんうんうん、佐々木希ですねなのか、じゃあそういう、なんて言うんでしょう、すべ、うん、て自分じゃなくて、うん、この自分が達成したもの、うん、持ってるもの、うん、肩書きとかステータスとかそういったものが重要ですからね。タイプ3、はい、なのでそのタイプ3だとすると自分はこれが誰よりもうまくできる、うんうんうん、誰、いや、うん、うまくできるじゃなくて、うん、誰よりもっていう気持ちが多分3にとっては大切なんですよね、うんうん、この生存本能として、うん、だから営業成績ナンバーワンみたいなところを目指したりするじゃないですか、この営業所の中でトップになるみたいな、はい、っていうところですとか、うん、その基本駆り立てている、うん、その通常のタイプ3は、うん、あらゆる類いな微妙な競争をどこでも始めるよと、うん、誰が職場で一番達成しているか、うん、誰が一番ルックスがいいか、うん、一番頭がいいのは誰か、うんうん、っていう全てその、うん、自分じゃなくて、うん、誰かに勝ってる私みたいな、みんなより優れている、優れているっていうところに目を向けている、自分を駆り立てている、で基本、まあ、自分を商品としてパッケージ化するって書いてあるんですけど、要は自分がなりたいものには何だってなれるって思っている、でその自分を適応させることで、生き残っていこうとしているんですけども、そのタイプ3っていうのはその、うん、こんだけ積み上げた自分っていうのがあって、うんうんうん、この本当の自分を出すのを恐れていると、うん、この何でしょう、これはギャップだと思ってるんです。ギャップがありますよね。理想と現実のギャップがあって、まあ、本人もそのギャップを埋めようと努力はしてるからすっごい頑張るわけじゃないですか、はい、でもこの、うん、
高さってとてつもなく高いわけじゃないですか、でそこのギャップがあなたがあったとしても、いや別に何て言うんだろう、そこの今のあなたでも、多分十分だよっていう十分なんですよねっていうところが、なんかそのエニアグラム的に言うとらわれによって、ここを埋めなければって思っていたのかなって思ってるとは思いますよね。でなんかそのある、ツイッターで、そのカップル、あるカップルがいて、男性が司法試験に落ちました、で女性に対して俺司法試験に落ちたから別れるわって言いました、そしたら女性が言ったのは、いや私は弁護士と付き合いたいんじゃないと、お前と付き合ってんだと、まあ、その通りですね。その通りなんですよね。あと、多分渡部さんもそうなのかなって、要はいや別にあのグルメじゃなくても、プロ野球に詳しくなくても、別にそれに詳しいあなたじゃなくて、あなたなんだよと、っていうことなのかなってちょっと思いました、なんでこれから佐々木さんに対しては、渡部さんをこう支えてくださいっていうのをあげようかと思ったんですけど、まあでも今傷ついてるのは佐々木希さんのそっか、そう、渡部さんは今頃わかんないですけどね、今頃この問題でどう処理しようかってガーって考えてると思うんですよ。合理的に問題発生ですよ。問題発生してこの問題をどうしたら収束するか、どうしたら乗り切れられるか、乗り越えられるか。いやでまたそこをね今怒られてるわけじゃないですか。要は謝る前に自粛したじゃないですか。逆だろって今怒られてますよね。そうで多分そういうとこだと思うんですよね。やばいってなって考えた結果、ちょっとこれは離れるかっていう出したけどっていう、今そこをそこを多分本人はそこを多分なんとかしなければとは思ってると思うんですよね。そっか今私は、佐々木さんですね。じゃあ今支えるべきは、そう、なんか心が傷ついてるとかっていうよりも今のこの状況をどうしよう、どう乗り越えようかっていうことばっかり考えてるんじゃないかなとは思いますけどね。まあなので本人がいればもうそこよりもみたいなところはあるとは思うんですけど。なるほど、そっか傷ついてるのは佐々木だと、佐々木希さんは何タイプかみたいな、佐々木希さんは何タイプかで思いっていうのもあって、ちょっといろいろツイッターとかインスタとか追いかけてみると、佐々木希さんも自己主張なのかなと、まあ自己主張な感じはしますよね。僕もよく分からないのでネットでこう調べたら、あもちろんね、なんかその載っていたのは、インスタに上げる肉じゃがを撮るのにね、数ミリの角度の調整とか、とても見せ方ってなると酸化と、まあ、その辺なんかもエンターテイナーなんですね。あ、なるほど。でもまあその酸、僕は酸だと思って酸へのアドバイスとしていろいろなエニアグラムの本で出てくるのは、やっぱりその落ち着け、離れる、喧騒から離れる。3だとすると、今どういう気持ちかですよね。旦那さんに裏切られた3はどういう気持ちに陥るのか。あ、今でカリカリカリって今計算してるのかなと思ったんですで、まあ謝罪するっていうのを出してるんですけどね、記者会見しますみたいな、でショックなんですかね3の人。僕は今だって別れてほしくないとは思ってるんですけどね、支えてあげてくださいと、その例えば6の人が、この、僕たちは男なんであれですけど、例えば奥さんに、奥さんがそういうことしてたってなった時の気持ち、またこれ男性と女性と違うので、違うかもしれないけど、多分6だったら裏切られたっていう思いが多分すっごい強くなる、ね、そうですね、もう
ドンですね。ドンですよね。多分ドンですね。多分その辺は男性でも女性でもそのドンの仕方の違いはあるかもしれないですけど。なるほど。で多分気持ちの問題としてはもうこの人信用できないじゃないですか。ええ。で3の人ってそういう場面になった時にどういう気持ちになるのかなっていう。あとまあここからちょっとやらしい邪推になるんですけども、うん、渡部さんとどう付き合った方が私にとって得か、うんうんうん、ってなると見た目の印象がいいのは私はケンさんを守りますってなった方がってなるじゃないですか。佐々木さんアップですよ。佐々木さんアップですよね。だとすると、うん、ぜひ支えた方が、うん、で小島さんも解散しないって言ったわけですよね、うんうんうん、だと小島さん OK 大正解、うんうん、タイプ6として仲間を守る、仲間を守る OK です、小島さん正解ですと、うんうん、だと佐々木さんも、うん、別れない方が、まあでも別れても評判は下がらない気がしますけどね。まあ好意が好意ですからね。そうそう、はい、なんかそっちを守る人の方が多いじゃないですか今。まあそうですね、佐々木希さん側を守れってことですね、うん、なのでどういう判断をしても多分そこは多分どっちが上かって話ですもんね。そうでも多分渡部さんはその佐々木さんの完璧さにちょっと自分が出せなかったのかなって3だとすると3だとすると、うん、渡部さんが3だとすると、うん、佐々木のぞみさんの完璧なところにちょっと自分が出せなかったのかなって今僕はちょっとなんか渡部さんと一体化しようとしてるんですね、うん、まあでも3だとすると多分佐々木のぞみさんじゃなくてもそんな感じになると思うんですよね。自分の恥ずかしい部分を隠したい。ああなるほど、うん、恥だと思ってるんで、はい、このギャップのここ素の自分っていうのはまだ恥ずかしい部分だと思ってるので、はい、なるべく隠したいと思ってます、はい、あと、うん、いやで僕としては、うん、そうですね、どうしましょうね、うん、このどうしましょうね。そうです、3の人、3の人見てる人いないですかね。いやご自身だったら多分こう配偶者の人に、はい、ああいう行為をされた時にどう感じるのか、はい、そう今ここには合理タイプはいませんそう、そこはそう多分僕たちはというか6は多分感情的楽観反応なので、うんうん、カチーンとカチンときますよね、はい、で僕だったらどうなんだろう、まあ、信用できないっていうのは多分出てくると思うんですよね、はいはい、で僕だったらどうなんだろうな、どうするかどう感じるかな、そこは多分僕だったら相手を好きかどうかみたいな、すごい好きな気持ちが強ければ裏切られただし、そうじゃなければまあいいやまあいいや、私はタイプ反応、まあ私としては多分もう切れて別れるってなって、でも、うん、切れてから冷静になる、うん、冷静になった時に、うん、でもまあそう一生疑ったまま一緒にいるのかもしれません、うんうんうん、っていうのを合理の人、多分そこもそういうなんか気持ちがない人だったら、はい、多分パンと3の人だったら特に切り捨てるんじゃないかなと思うんですよね。あ、もう私の人生必要ないですよね。そっか、だとまあ、うん、むしろいい話ですね。支えてくださいっていうのは支えてください、そう、自分がその渡部さんになった気持ちですよね。そっか、人のいい話をしてましたね今。そうで逆の立場だったらみたいなところなんで、はいはい、本人たちがどう思ってるかですね、どういう関係なのかみたいな。で渡部さんのなんかコメントというかこのニュースの前のコメント、はい、あの不倫相手のとのコメントの時にこう、はい、奥さんは好きだけどそれと心とは別みたいななるほど、あんなに可愛い奥さんがいてどうしてこういうことするのってその不倫相手に言われた時に、
奥さんのことは好きだけどそれとこれとは別っていう多分すごい軽い気持ちなんですよね。なるほど。なので、まあ、多分こう離婚したいとかっていうことは思ってないんじゃないかな。だからどうしよう、どうしたら離婚せずに済むかなみたいなことを多分今考えてるで離婚みたいな流れになってくるとやばいみたいな焦るんじゃないですかね。あと、うん、分かった OK。 だとすると、うん、このエニア、うん、この動画の落としどころとしては、うん、見ていただいている、うんうん、タイプ3の方、タイプ3の方、もしくは周りにタイプ3がいらっしゃる方は、うんうん、タイプ3落ちていくと、うんうん、こういうケースにもなることもあるよっていうので、うん、タイプ3の感情の部分を、うん、そう今に気づいてあげるでそこを支えるっていうのは、うん、一つ大切なことかもしれません、うん、もしあの立場が自分だったら、はい、どういうふうな気持ちになってるか、どういう状況になってるかっていうのをなんかコメントとか書いてもらえると、あ、なるほどなーって、うん、また情報共有します。はい、はい、だまあ他のタイプの人も自分だったらこう思うみたいな、2の人だったらこう思うとか、私は5だけど5だったらこう思うとかっていうのがあれば書いてもらえれば、はい、いろいろこう共有できると参考になるかなって。 そうですね、うん、はい、はい、っていうことで渡部さんのことがここに書いてありましたけど、うん、動画です、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。